ということですね。はい、カレーパン、うん、一回、オーリーか、オーリーか、ちょっと待って、えぐい、綺麗すぎ、ちょっと下に潜ってみるわ。これ多分これ、アコハマチか。ありがとう。はい、おはようございます。今日で最終日の福江です。ということで、今からですね、ちょっといいとこに行きます。あ、いや、1個目こけても無視ですね。はい、ということで、今からちょっと行きたいところがあるので、行ってから皆さんにお届けしたいと思います。わはは、い、入ってきてなんかイチゴを見に、イチゴをどこやって見に行くって、外出てんけど、ここに書いてますから言うて、ここに書いてますから、でもあっちから行ってからに、ここからもん揚げしろって。だからもう、だからな、聞いてみる。あ、これがタンパク質もめっちゃ入ってるよ。これ何なんですか、バラモンって。あ、バラモンっていう言葉は、いろんな意味合いがあって、バライっていうのが五島の方言で、はい、元気なとか、強い感じのイメージで、あと後ろにあるバラモンダコ、あれも五島の方言。あ、そうなんや。割とお店の名前とか商品名とかで使われてる。あ、そうなんですね。っていうはありますね。これはじゃあ、なんなんですか。これはお魚のすり身を練って、天ぷらにしてますね、揚げてます。じゃこ天とか、そういう感じの、はい、黒と白は、青魚と白身の魚の違いです。今は食べたらちょっとね、あれや、あ、そうかそうか、そうか、そうか。じゃあ私、揚げシューマイ1個もらっていいですか。はい、ありがとうございます。それで仕上がって、はい、はい、じゃん、買いました。エビのやつ買いました、エビシューマイ。ジャンバ、なんかこういろいろ説明してくれたんやけど、帰りに買おうかなと思います。じゃあいただきます。おいしい。うん、おいしい、うん、これ周りに餃子の皮みたいなのが、シューマイの皮か、キャラバされてた。おいしい。全部食べちゃうで。ちょっとだけ噛む？噛む？よく噛むよ。美味しいな。美味しいな。まあ胸が来るまでちょっと待機です。うん。うん。五島へ、ティンティクティン。まあ福江港ですね。はい、あちきは福江港から船で来て、で車をもう乗せて、え、来た、ここに来ましたんでね。はい、ということで船が到着したんですけど、まだ帰らないんですよ、まだ帰らないんですけど、お、黄色の船が来ました。なんと今日はですね、黄色の船に乗ります。あれ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 です。うん、来てる来てる、あの船に乗ります。ぐるぐる、すごい、うまい。Oh my god!ということで、今から船に乗って魚を見たいと思います。わかりますか、結構揺れてます。
公園新安の車両にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。お子様連れのお客様は特にご注意ください。客室および展望室内は座っておりますので、ここすご協力をお願いいたします。産後停止でお願いいたしましょう。どうぞご入正直なところですね、私が今どこに行くのか分かっていません。この船はどういうシステムなのかっていうのが私にも分かってません。あのゲイちゃんに撮ってもらったんですけど、海の中のものを見るのかな、分かんないですけど、ちょっと分かんないんですけど、今ちょっとあの涼んでいます。やっぱ船は好きかもしらん、酔えへんあんまり。でも元気ちゃん大丈夫かな。深いな。お、でかいの、あった。
めっちゃでかい。めっちゃでかい。めっちゃ綺麗やん。光が差しております。テロテロテロ。光差してる。カーテンみたい。ホームカーテンみたいじゃない。あ、ごめんな。うわ。すっげえ。なかなか。写真とかでは。わからないけどな。見てこれ。綺麗すぎるよくね。ちょっとやばいこれ。これやばい。見て。これやばい。どこで撮って。うわ、めっちゃ綺麗、財布とかポケット開けた瞬間にもうくなって死なって見てんねやいや別にいいけどこれじゃあすごいちょっと並んでいいなあ、うまそうでしたそう、うまいあ、めっちゃ美味しいわブリンブリンうんうまこれ美味しいわめっちゃ美味しいブリンブリンやなんかこっちの方硬そうやなうんうんうんこっちはイワシ系やなイワシ系美味しいじゃーんじゃーんじゃーんめっちゃ並んでるなゴルフ会ですね買うそう、今いらないどうぞクロワッサン食べるうん、これ食べるよ、うん、こちらのカレーパンにしますこれを狙ってますクロワッサンいってますねクレームパンうん、大丈夫カレーパンカレーパンいったのっける白いの、うん、ちょっと増えていきますちょっと増えていきますありがとうございますありがとうございますおすすめしてもらったんでファンの方に買いましたそれで今から食べたいと思いますカムナクのくるくるが言うからここで止めてね意外と意外とストレートなりますけどすごくない大発明こうやって外にこうやって ひねってそっからこうやって口で加えるうん到着まで運転してるはいということですねはい
カレーパン、買ってきましたんで、これ教えてもらったんですよね。あのなんか、コメント欄。しゃべれや。めんどくさいよ。なんで別にいいんやけど、YouTube やで。別に何の指示される必要なくない。はい、わかりました。普通に喋ります。これを、コメント欄で教えてもらったんです。ここのカレーパン、五島の、あの、このカレーパンが美味しいっていうの。これを食べていきたいと思います。カレーパンいただきます。なんか、すごい、なんか、あ、食パンついてるんかな。うん、どう？いただきます。美味しい。うん、うわ、すごい、ザクザク。なんか新食感やな。うん、外のあれが食パンみたいな、なんかすごいね、ザクザク。うん、おいしい。うん、カレーが甘口。うん、おいしい。カレーは優しい感じやな。うん、辛くもなく甘くもなく、あっさり系。あ、危ない、危ない。ん、危なくない？危ない、危ない。歯茎、歯茎危ない。ごめん、あやきが自然の中で食べたいって言うから。むっちゃでかかってんけど。ごめんな。冷静で折れたけどよかった。汗かいた。美味しいな。うん、最高。何が美味しいかって言ったら、ちょっとなんか、あの衣が大きいところがザクザクしてて飽きなくて食べれる。ほんで、あのなんか風味、後味の風味がめちゃめちゃ美味しい。でコーヒーと一緒に飲んで食べたらもう最高に美味しい。ほんでほんで、あのなんやろな、あっさりしてる。こ結構ゴテゴテしてると思うやん。ゴテゴテしてると思うんやけど、意外とあっさり。なんか油がいい油なんかな、分からんけど、なんかサラッとしてる感じ。結構油とかグッときちゃうタイプなんやけど、これはなんかペロッといけそう。あとこんだけやけど結構ボリュームもあるし、これはおすすめです。こんだけ、森の中や。最後の一口です。白パンも食ってみてよ。うん、食べる。こうやるかな。ザクザクや。ほんまに美味しかったわ。じゃあ次、白パン食べてみたいと思います。なんかめっちゃふわふわやねんけど、あやきの二の腕ぐらいふわふわ。うわ、日が散ってきた、照ってきた。ではいただきます。クリームパンかな、これ何のパンかわかんないんですよ。何のパンかわからんけど、なんか白くて可愛かったから買いました。いただきます。うん、あ、何も入ってないパターン。やっぱりふわふわ。キティちゃんみたいになっちゃった。ふわふわを押してるだけあるなってぐらいふわふわ。ただの白パンかな。うん、やっぱただの白パンだった。中に何も入ってなかった。でも美味しい。美味しい。なんかふわふわのナンみたいな感じ。あんって感じ。まあ、これはこれで美味しいから、また後で食べたいと思います。美味しい。そうやで。え、あ、そうな。知らない、知らないに言ってた。
できた半島、え、火山活動でできた半島、火山がバーンってなってここができて上がっていって、あー、これは2000年前やって、はははは、なるほどね。溶岩、あ、それもなんか言ってたわ、なんか調べたら、そう、溶岩が溶けて島ができたみたいなことは聞、ちょっと聞いたことある。ヒントさん来い、あ、来た。じゃあちょっと道の駅、私は山口駅と、あの山、あ、じゃあこの2人はですね、あの道の駅、道の駅、ややこしいから、バラカモンっていうのがこの五島のなんかあれらしい。あ、これね、これこれ、あ、買っとく、でも雰囲気を買っとこうかな、ここで。じゃあでも熱くなるか、向こうどうしよう、どうも。いや、まあベストは向こうで買うの。あ、かわいい、買う、うん、何これ、長焼き似合いそうな、かわいいな、なんか書きが書いてない、これ何、ネックレスやんな、うん、ありがとう、嬉しい、買ってもらったありがとうございますありがとう、飯どうする、買ってもらったからつけます。可愛いかも、水色、あ、水色とピンク好きやねんな、なんて買ってたらエンジェルブルーみたいやから。どうやってつけるのこれ、どっち向き、どっち向きなん、ガチどっち向きなん、あ、こっち向きか、こっち向きやね、知らんけど、あ、違う、こっち向きかな、あ、どう、あ、いいんじゃない、おう、じゃーん、服と合わんけど、服と合わん、まあまあ、でも別に、でもいいじゃないっていうことで、唇の色ないな、つけときたいと思います、ありがとうさん、綺麗、ということでですね、最後に、五島の最後のご飯は五島うどんです。え、ここじゃないの、え、どこ入り口、入り口どこなん、え、完全ここでした、ぐるぐる回った、はい、ここです、めっちゃ広い席に案内してもらいました。テレビもついてますけど、ありがとう、はい、あ、バイ、キンキンやねんけど、これお茶ちゃん、ほら見て、なんかお茶やで、茶茶、あ、ほんまやな、飲むお茶やろな、でもここから選べんちゃう、あ、うなぎもあるやんはいということで、最後は五島うどんを食べて終わりにしたいと思います。なんかザルザザルそばも美味しそうだから、ザルそばも買った、あの、頼んだ、楽しみです。このお酢さ、なんか水かと思ったらお茶なんですけど、味がわからん、うん、じゃあお料理が来るまで待ってみたいと思います。めっちゃ美味しそう、色が濃くない、まあこれは美味しい、美味しい、わかる、そば好きやもんな、おいしいわ、おいしい、おお、これがびっくり食べる、じゃあ今日もちょっとおそばもらいます、ありがとう、おいしすぎる、うん、おいしい、うん、ゆっくりいただきますわ、おいしい、おいしい、多分うどんが来るから、はい、次はあの大根おろし、山芋、はいはい、卵黄の中に少しずつ入れて、はい、4種類の味で召し上がってみてください、あ、わかりました、つゆに入れる、ありがとうございます、じゃーん、じゃあこれがうどんのうどんです、やっといただきます、やった、おはち、ちょっと入れます、生姜、生姜ちょっと入れて、
うわ、すごい、すごいぞ。なんか、もちもち。いや、まず普通に何もなしでいきます。見て、ツルツルやねんけど。美味しそう。いただきます。一度食べてみてください。これ、夏が、梅雨が冷たい時に。これ別にいらんけどな。もう箸で行くタイプで、これついてるけどさ。でも、もっちりしてない？どんどん食べよう。うん。ちょっとじゃあこれ、梅、揚げいったらなんか。大根のし。じゃあこれをここに入れんねん。何してんねん。はい。ほうほう。全部入れちゃっていいかけど、うん、じゃあ梅でいきます。これも出汁で焼いたね。出汁で煮てる。じゃあ大根おろしと梅で。じゃあこの卵を、卵を潰して、卵に絡めて、美味しそう。ではやばい、美味しそうすぎ。卵美味しい。これがいい。なんか経営コンサルみたいな。でも1位がやっぱ梅雨やな。で2位が卵、3位がおろしかな。卵美味しいわ。マジで美味しい。あ、普通の梅雨で、この細麺が美味しい。とろろも割と好き。最後卵で締めたいと思います。とろろ大丈夫？食べるで。じゃあとろろもったいないから全部食べます。美味しかった。最高でした。美味しかった。この魚のサバのさ、キラキラ具合。170円でしかも。安くない？とか、お刺身も500円とか。200円とか。あ、500円か。この立派な鯛も1200円なんですか。安い？もうなんかめっちゃでっかいのにさ、110円やってカンパチの子供。最後にちょっとなんか道の駅っぽいところ、スーパーみたいなところに来ました。お土産を見て帰ろうかなと思います。これ950円なんでこれにします。なんか芋の焼酎を買いたかったんけど、全部高いんだよ。1000円とかする。これ900、1000円ぐらいで買えるから、これにします。ごま入ってるやつの方が美味しかった。おい、うん、あれでもそれ買っとこうかな。入りごま1個、入りごま、このシリーズかこのシリーズかどっちか美味しい。そうやな、どっちがいいんだろうか。あ、でも店の名前一緒やん。ご登場。なんて書いてる。なんて書いてる。知らん知らん、どこに書いてるか知らん。あ、違う違う、このナビ上に書いてる。ナビ上に福江城。福江城か、かっこ石田城。あ、石田城。福江城かっこ石田城。石垣が丸いのが特徴です。帰ろう。でも今から帰んね、うん、買って帰ろうか。じゃあなんかここ皆さん有名なんですか。なんか美味しそう、美味しそう。そう、気になったらもう行くぞという精神で行きましょうかね。
なんかもう帰ってる最中にああ行っとけばよかったなーとなるのが嫌なんで、私は買って帰ります。じゃあ行きます。レッツゴーゴーゴーキャンペーン。うん、12個入り2つと、あ、でいいか、俺らが食べるやつは、うん、そうやな食べないじゃない、俺ら食べるやつだって聞いてる。あ、ちっちゃいのでいい。6個入り、うん、6個入り1つ。もしよろしかったら、試食いかがですか。 ありがとうございます、まあ、嬉しい。いただきます。やらかい、大丈夫、どう、あ、美味しい、取れてるかな。いただきます。うん、美味しい。わらび餅好きなやつ。うん、うん、うまい。すいません、ごちそうさまです。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。これに引き寄せられてきました。こういうわらび餅は美味しいですね。冷たく冷やしたら多分美味しいと思うで。あ、でもな、これひどかったんちゃうかって。うん、うん、だって地元のやつ。そうやな、地元のやつや。後藤の地元のお菓子なんでね、美味しかった。もちもちしてて、なんていうやろ、上品な甘さ、美味しかったです。さよなら後藤列島、また来たいな。って言われてんねんけど、右曲がっていいの？車線が、向こうかな。向こうや、向こうや。わかんねえやな。怖い。怖いな。初めての道なので。怖いです。これはここで待ったらあかんやな、絶対な。おじちゃん待ったら。海の駅に行きたいと思います。わ、すごい素敵。配合警備の跡。おお、こんな感じになってます。ここにあれちゃん、お野菜とか置いてんじゃん、普段は。ちゃう？なんか、あんまり。おお。ああ、なぜかビッフェになりました。見て、船乗ってる。わかる？船乗ってる。すげえ。
今からじゃあビュッフェしたいと思います。うわすごくない？すごいな、いいカツオもある。わーおわーおわーおわー、プリの頭があります。なんてこった。じゃーん、ミントもあるの好きなミントもが取れました。こんなお寿司に満点でお寿司も握ってもらいました。いやーすごいね。手前はこんな感じです。今日はですね、ちょっとこんな感じですみません。いただきます。いいね、食べたい。おいしい、お水が、お水だった、お茶だ。何から食べようかな。お醤油上からかけた。お刺身から食べよう。これは多分ブリ、あ、ハマチか。さっきのハマチやん、どう見ても。新鮮そのまま、もっきりとて驚き。驚き、うまいごろ。あ、ミツバチおる。おかえり。
なラーメンめっちゃ美味しかったんやけど。開けられへんかった。こんな感じね。食べてみて。うん。美味しい？美味しい。後藤の味する？私はめっちゃ美味しかった。鶏入ってる。鶏の出汁が効いてる。の？うん。いや、美味しいと思うわ。ちょうどいいと思う。ラーメン美味しい。見て、船が近づいてきた。船近づいてきた。船が近づいてきてます。じゃあゆっくり食べたいと思います。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また見てね。おおきにバイバイ。あ、流れ星取れた。